Vロード第14節1戦目東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん里崎智也さんのお二人実況は三橋大輔でお伝えしていきます。打席には3番バッターブリンソン先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーありません。これが初球初球打ち今野が掴んで2アウト。スワローズピッチャーが変わります。一打先制の場面でマウンドに上がったのは木澤。さあそしてバッターボックスにはビシエドが入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが一打先制のチャンス終盤前に先手を取っていきたいですね。なるほどそうですね。まずはボールから入りました。2球目は何で来るか掴んで2アウト。2アウトランナー2塁となりました。さあそして打席にはオコエが入ります。さあ得点圏には追加点となるランナーを置いています。まあ、この辺りの追加点はダメージが大きいですからぜひ点を取っていきたいですね。なるほどそうですよね。小宮山さんここはスクイズはありますか。そうですねスクイズというよりは犠牲フライのような気がしますね。変化球打ったセンター前へ抜けていく中継にボールが送られるサードランナーがホームに帰ってきました。ジャイアンツ追加点を挙げました。2対0になりました。さらにリードを広げます。ご覧いただきましょう。ここで見事なタイムリー点差を広げます。この試合終盤貴重な追加点となりました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん盤石な投手リレーで見事接戦をものにしています。ピッチングご覧になっていかがですか。そうですねまあ僅差ではあるんですけど今日は継投も含めて安心して見れる内容でした。そうですね。Vロード第14節2戦目読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズのゲームを解説は小宮山悟さん赤星憲広さんのお二人実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。さあそしてバッターボックスには佐藤が入っています。さあワンアウトになりましたが追加点の欲しい場面点は取れるときにどんどん取るべきですから逃さないようにしたいですね。なるほどそうですね。さあ初球は何かまず大きく外れてボールになりました。バッター見送りました。ボール先行です。打ちました。取った。一塁送球。ツーアウトになりました。これは進塁打になりました。さあ、そして打席には吉川が入ります。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。ここで追加点が取れるかどうかは大きいですよね。なるほど、そうですよね。打ちました。
セカンド取った。一塁送球アウト。際どいタイミングでしたが3アウトチェンジです。バッターボックスには3番オスナ。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ツーアウトになっています。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。まあそうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。低め外れました。インコースを落としました。真ん中打ちました。センターへ抜ける。ツーアウトランナー一塁。ジャイアンツ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。小宮山さん、最後は余裕の展開での勝利となりました。いかがですか。そうですね、もう本当にベンチも安心して見てられたというような内容じゃないですかね。そうですね、まさに強さを見せつける格好になりました。